みんな良かされた美顔は武器となるメイクアップレデューサーのしおこです。はい、皆さんこんにちは。はい、本日は皆さんからね、まつげの美容液についてよくねご質問をいただいていて、で今回ね1ヶ月間ずっとね使い続けて効果が出たら皆さんにお伝えしますよって言ってたんですけども、それを今回1ヶ月間使い続けたのを今日は検証した結果を皆さんに発表していきたいと思います。では行ってみよう。はい、今回、検証に使った美容のまつげっていうのは、はい、このうずの方のまつげの美容液の方と、このねエマーキットって言って、なんかね伸びなかったら返金しますぐらいな広告を打っているところで、こちらの方が5500円ぐらいだったかな、5000円以上するので、こっちが1000円台ということで値段の差もあるんですけども、私の中で気になっていたので、こちらの方をこっちの目にはこっち、こっちの目にはこっちっていうことで使ってみました。はい、どうでしょうね。実際2週間ぐらいね使ってた時に、まつげがちょっとなんかね張りが出てきたなっていうのがすごく自分では感じてたんですけども、結構コメント欄に、まつげがねすごい長いですねとか綺麗ですねっていうコメントがこう急に増え出したのが2週間ぐらいでしたかね。はい、なので実感としては伸びたっていうよりは張りがなんかこう出たなっていう感じ、なんかね1本がしっかりしてきたっていう感じです。でこう今何にもしてない状態なんですけども、右側の方がね少しねこうやって見た時にちょっとだけ伸びてるかな目怖いか見える。でちょっとビューラーで上げてみますね。ここ挟んだ時にこんな感じ、ちょっと根元だけ上げてみます。でこういう結構しっかりしてませんか。なんかねマスカラがねなんかねいらなくなったなっていうのが実感で、こちらこういう感じ挟んだ時なので若干こちらの方が少し伸びたかなっていう感じです。ただこちらのね美容液のうつの方もやっぱりねしっかり触った時の弾力っていうのは出てきてて、このねうずの方のこれはね美容液は何が良かったかっていうと、指でつけれるっていうところで、だいたいねまつげの美容液っていうのは際ギリギリにつけないと色素沈着になったりとかね、結構マイナス面も多かったんですけど、こちらの方はもうね目元もまつげもオールオッケーよっていうことなので、下まつげとかもねガバッと洗顔した後、指にこのくらいをつけてた感じです。今ねちょっとメイクしてる上なのでちょっと塗らないですけども、これをねこうそのまんま塗って、でちょっとまぶたにもね大丈夫っていうことなので、わーって塗るとちょっとねわかるかな、透明だからわかりづらいんですけど、少しね張りが出るようなちょっとノリっぽい感じの質感のものです。なので塗った瞬間はちょっと溜まってるなっていう感じでそこでしっかりなじませていくと、すごくね次の日張りがありました。でこちらの方はもう本当にね際ギリギリにアイライン塗るように塗ってくださいっていうことでした。これはこういう細い筆になってます。でこれをね気になるねこのまつげのところの際ギリギリです。これも本当ギリギリですね。あと眉毛にもこれ使えるので、眉毛のこの毛のねちょっと生えてないところを少しこういうね一本ずつつけるようにしてあげるとちょっと伸びますよと。結構広告を見るとね美容院って伸びてるねまつげがすごい気になったので、ただ1ヶ月2ヶ月3ヶ月って3ヶ月つけた人がこうギュンって伸びてたんですね。なのでちょっと3ヶ月間ちょっと使い続けようかなと思ってるんですが、私これね3日経つとちょっとかぶれるんですよ。赤くかゆくなっちゃって、でまた2日お休みするとまたね復活する、3日また使うと赤くなるって言って、これは毎日使えなかったです。なので粘膜が弱いっていうか肌の弱い人はちょっとねこれはあんまりおすすめしないかなと思っています。
ただやはりね、ね、伸びなかったら返金しますぐらいなことを言っているので、やはり見た感じ分かりますかね、こんな感じ。はい、こんな感じなんですね。なのでどちらかというと渦の方のまつげ、美容液の方はまぶたにつけてもね、目元の美容液にもなるので、この目全体につけても大丈夫ということで、不器用さんもね全然 OK だし、まあ、値段的なものも増やすいし、でなおかつ自然にね張りは出てるので、毎日ね使ってコツコツねなんかこう元気にしていきたいなっていう方はこちらの方が私はおすすめします。ただしっかりこれだけのなんかね張りとちょっと長さが出てくるっていう実力の部分では、こちらのねエマーキット、巷でね噂になってるだけあるなと思ったんですけども、やはり痒くなっちゃう目がね赤くなってアイライン入れたところだけがね綺麗に赤くなったりとかするので、ひどくねならない前にちょっと中止をして、またちょっと続けてっていう検証してたんですけど、2本目はね私買わないと思います。はっきり言ってちょっとねやっぱ目元は痒くなっちゃうと怖いので、なので皆さん自分のね肌にいろいろ周りにも聞いてみたんですけども、大丈夫だよっていう方も多かったので、これはね人によってね、かぶり方が違うっていうところで、ちょっと注意しながらお試しいただいた方がいいかなと思いました。はい、とってもねまつげの美容液は皆さんね結構お問い合わせが多くて、もう知りたいね、いろいろやってくださいっていうことでよくお声を聞くので、今回ね左右でちょっと試してみました。私の中では結構ね安心して使えるなって思って、ちょっとやっぱ張りが出てきたなと思うのはこの渦の部分、あとアデランスの方から出てるね、名前忘れちゃった、ここに載せておきますはい、そちらの方は結構ねつけていくと張りが出てきたなっていう感覚になったものでした。なので皆さんね自分のね、この目元注意しながら、特にこのまつげの美容液については結構ねつけ方にね、本当に根元だけつけてくださいとか、全体的にちょっとついてもいいよとか、いろんなねつけ方の注意書きが結構たくさんあるので、そのちゃんと、ね、メーカーの注意書きをしっかり読んで、ね、正しい使い方をしなければ結構ねくすんでしまったりとか、全然効き目がなかったりとかっていうことになってしまうので、皆さん気をつけて使っていきましょう。はい、皆さんね今回私もまつげねだんだん少なくなってくるので、年齢がね重なっていくと、なのでまつげケアって気になってたので、いろいろね探して自分の中の一番ね気になったものを今回2つご紹介したんですけども、皆さんもしね、ご参考になれば嬉しいです。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。皆さんのコメントたくさん読んでおります。皆さんのねリクエストにもどんどんお答えして、ためになる動画をどんどん出していきたいと思いますので、皆さんどんどんコメントに残しておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。